河村勇一郎明治24年1月は、明治時代の特殊家、自由民権運動家、静岡監獄福天国。政治犯として入国していた際に、金原明義と出会い、後に明義と共に出所者の保護事業に参画し、近代日本における公正保護の発展に寄与した人物として知られる。1852年、中津藩の下級武士の子として生まれる。 国学者、水戸学者である、渡辺碇丸が主催する史塾、道召喚にて、後に国学者となる、増田総太郎らと共に学び、尊攘上一層を持つようになる。増田とは、中世の名誉であり、明治維新後も自由民権運動に共に携わる、こととなる。自由民権運動では、増田と共に1874年に、政治結社、共憂社を創設し、 1875年には大阪の愛国者会議にも出席していた。1877年に勃発した西南戦争には参戦しなかったものの、民選議員の成立には政府転覆が必要と考えた大江田区の説得を受けて重心を暗殺しようと計画し、岩崎昇と共に準備していたところを6月25日に大阪で逮捕され、7月26日に 東京へ身柄を送られた。後に立死者の獄と呼ばれるこの騒動により、イサム一郎は金庫2年を言い渡された。立死者の獄により3度目の入国となった、イサム一郎は、静岡監獄に収監されるが、そこで、同じく立死者の獄に連座し、静岡監獄に収監されていた、岡本健三郎の紹介を受けて、金原秋吉と出会う。イサム一郎は、食事が不十分で、 不衛生な監獄の熾烈な環境を秋吉に話したところ、秋吉は痛く同情して1880年に出所者の保護を目的とした完全会を組織する。また、出所後は秋吉が率いる天竜川の治水事業に尽力していた。その後、1882年には、関口隆吉県令の元伊一郎は、静岡監獄の福天国に採用され、 韓国内の待遇改善、囚人の訓戒に注力した。1888年には、完全会を社団法人としての静岡県出国人保護会社に改組し、イサム一郎は副社長として、日本で最初に出所者の保護事業に着手した。この出国人保護会社は出所者が会社での労働で、得た賃金のうち、生活費を控除した分を会社が積み立てを行い、 積立額が55円が達した際に出所者へ返金されて、新生活に資本とする仕組みになっていた。しかし、間もなくイサムイは廃炎にかかり、1890年1月に事業の発展を見ることなく成去する。だが、この会社の設立を契機として、浄土新州本願寺派や新州大派等の宗派や、僧侶やキリスト教徒の一部の個人によって各地に、 釈放者保護団体が設置されるようになり、現在の保護士制度の原点となったとされる。なお、静岡県出国人保護会社は、後に組織を改めて財団法人としての静岡県間全会となり、今も公生保護事業を進めている。ありがとうございます。